できる限り高く売ろう。はいどうも、弱小セドラーの田畑です。今日はですね、商品を確実に高く売る手法ということでお話ししていこうと思います。セドリは超簡単に言うと、商品を仕入れて販売して、その差額分が自分の利益になるっていう風な、形なんですけど、ってことは、商品を高く売れば売るほどどんどん自分の利益が膨らんでくるわけなんですよね。こういう商品が増えれば増えるほど月単位の利益もどんどん大きくなってくるってイメージできませんか？例えば1個本来ならば1000円で売るような商品っていうのを3000円で売ることができたら、まあ、単純に2000円利益上乗せなわけなんですね。でこういう商品がどんどん多くなってくると月収っていうのも爆増してくるわけなんですね。まあ、だからといって適当に今の相場では全く違う値段で放置してると、まあそれはそれで全く売れないわけなんですね。そこで今回は商品を確実に高く売る手法っていうのを3つ紹介していこうと思います。まあおそらくですね、今回の内容を普段考えて背取りしている方はね、おそらく少ないと思います。まあ、特にですね、3つ目に関しては背取りの本質的なところに若干触れるような内容になってますので、ぜひですね3つ目まで最後まで見ていただけたらなと思います。ちなみにこの手法は動画を聞いてるだけだと全く意味がない、効果を発揮しない手法になってますので、この動画を見終わった後すぐに実際ですね自分で何度か試してみて、スッとね自分の中で腑に落ちたら、もう本当ですね誰にも負けないセドラーになってるはずなんで、しっかりとですねこの動画参考にしていただけたらなと思います。というわけで本題に入っていこうと思います。まず一つ目は販売価格の開きを見つけるということで、これはどういうことかっていうと、例えばこちらの商品、アミーボの村人っていうね商品になってくるんですけど、こちら今 Amazon で1580円で販売されておりまして、で出品者のところを見るとその1580円で出品しているその出品者っていうのがいなくなれば1950円まで上がるわけなんですよ。もうここで400円ほど上がるわけなんですよ。でその出品者も消えたら2166円まで上がって、その出品者も消えたら次2800円まで上がるっていうような形になります。この商品結構ね分かりやすい商品なんですけど、安く販売している出品者から順当に消えていったらどんどん高騰してくるので、それが高騰してくるまで待っておく、だからこれだったら2800円まで待っておくっていうことができるようになってくるわけなんですね。でもちろんですね、1人がどれくらい在庫を抱えてるかっていうところも結構重要になってきます。例えば1580円の出品者が2000個在庫抱えてますってなったら、もう2000個だったら売り切れるまで結構かかるんですよね。はい。ってなったら、また別のね、計画というか戦略を練らないといけないんですけど、だからそこをね、確認していく必要があります。それはこちらですね、これ実際ですね、1580円で売っているこの商品を、実際カート、Amazon のカートに入れて、個数をね、確認したっていうような形になります。で、これ画像ではですね、これ20点限定ってなってるんですけど、まあこういう風に制限がかけられてしまっている商品もあるんですけど、結構な割合ですね、今どれくらい持っているのか、最大個数っていうのをですね、ここで確認することができたりするわけなんですよ。要するにここで残り在庫53個ですみたいな。で、だったらその出品者あと53個しか持ってないわけですね。っていう感じで、今、その出品者がどれくらい在庫を持っているのかっていうのも、このカートに入れるっていうところで確認できたり、しますので、そういったところも使って、どれくらいで売り切れるかなっていうところも計算していただきたいなと思います。ただですね、一つ注意点としては、回転率がいいような、商品じゃないとダメです。はい、例えば、Amazon ランキングが、2万位の商品とかだと、やっぱなかなか売れないんですよね。もう1ヶ月に5個6個くらいしか売れていかないので、上まで上がってくるのに相当時間がかかってくるっていうような形になってしまいますので、そういう商品だと高値で待つっていう戦略がね、取れなくなってしまう。あくまで回転率がいいような商品限定で、こういったやり方でやっていただくと、まあ、高値で販売できて、かなりね、利益も大幅に取れてくるっていうような形になってきますので、こういったですね、販売価格の開きを見つけるっていうことをやっていただけたらなと思います。で、次二つ目。二つ目は、販売実績を作るということです。これは何なのかっていうと、Amazon はですね、僕たち出品者の販売実績っていうのを見てるんですよ。で、以前ですね、この動画でお伝えしたんですけど、Amazon のカートボックス制度っていうのがありますよ。そのカートボックスに入らないと売れませんよっていうこの動画でお伝えしたんですけども、まあ普通は最安値にしているとカートボックスっていうのを取得することができるんですけども、例えばですね、こちらの商品、
こちらの商品をもうずっと何十個何百個も売り続けていると、最安値にしなくても少し高くてもここのカードを取ることができたりするわけなんですよ。これに関してはですね、自分のこの販売実績っていうのが影響しております。要するに、この商品に対してこの出品者は何回も何回も売ったことがあるよね。だから結構この商品に関してこの出品者を信頼できるっていう風に Amazon から捉えられて、この商品に関しては結構優遇してもらえる、高く売ってもカートボックスに入れてもらえるっていうような、形になります。なので、ここはですね、まあ、一番最初の段階だとなかなか、ね、販売実績積むっていうのは難しいんですけど、ある程度やっていく中で、結構ですね、リピート商品みたいな感じで何回も何回も仕入れて売っていくっていうようなことができてくると、その商品に関しては、結構自分が優遇されて高値でも全然カードボックスに入って、売っていくことができるみたいな、形になってきますので、この販売実績を作るっていうのもですね、一つ考えていただけたらなと思います。ちなみになんですけど、ちょっとね、さっき紹介したこちらの商品、モンスターハンターのね、ソフトなんですけど、これですね、今めちゃくちゃ開封しようか迷ってます。単純にめちゃくちゃやりたい。というか開封しよう。はい。ということで今開封することに決めました。はい。ということで、どうでもいい話はとりあえずね、ちょっと置いといて、で、次3つ目。3つ目はこちらになります。需要ブーストを利用するということで、これに関しては今現役で僕も実際使っているやり方になってきます。商品の価格っていうのは需要と供給で決まっているんですね。その関係性で Amazon の価格っていうのが決まっています。これめちゃくちゃ重要です。もう Amazon で利益を出していこうと思ったら、ここをですね、どれだけ理解できるかっていうところが鍵になってくるんですけど、商品っていうのはあるタイミングで需要っていうのが跳ね上がることがあるんですね。まあ、例えば最近で言うと、まあ、エヴァンゲリオンの映画がありましたよね。3月8日に、映画公開されました。あれちなみに僕初日に見に行きました。もう感動しすぎてね、もうなんか終わった後燃え尽き症候群みたいなね、感じになって、ちょっとね会場から出れなかったくらいね、すごい感動したんですけど、まだ見てない方は本当に見ていってください。で、見たよって方はぜひねコメント欄に感想をお待ちしております。はい。ということで、エヴァンゲリオンの映画がね3月8日にありました。で、こちらの商品をねちょっと見てほしいんですけど、こちらエヴァンゲリオンのプラモデルになります。はい。まあ、この商品がねアマゾンであったわけなんですけど、こちらキーパーの、こちらの価格のグラフを見てみると、3月8日付近から一気にこの商品の価格っていうのが跳ね上がってるわけなんですね。要するに映画が公開されたことによりエヴァンゲリオン自体の需要っていうのがすごく高まったんですね。それを僕はこの需要ブーストっていうふうに呼んでるんですけど、その需要ブーストがかかった結果、こういうエヴァンゲリオンのプラモデルも、すごくね価格が高騰したっていうような形になります。だからこれを逆手にとって、あらかじめ商品を仕入れておいたら、この需要ブーストが跳ね上がるタイミング、映画化とかアニメ化とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、その需要ブーストがかかるタイミングを見計らって、その需要ブーストがかかってから売るっていうことをやると、かなり高値で販売していくことができます。これは本当に今でも僕めちゃくちゃやってる商法になってます。で、まあ、結構ですね、最初はなかなかですね、これ本当に上がるのかな、高騰するのかなっていうので買うのを、ためらってしまう方いらっしゃると思います。だから先にね購入して需要ブースト待つって結構難しい手法なので、だから気にしておくっていう程度で大丈夫です。商品を購入せずにどこの店に売ってるかなってあらかじめちょっと気にかけておいて、需要ブーストがかかって実際商品がね高騰してから、その商品を店舗とかに買いに行くっていうので全然間に合いますので、だからしっかりとここの需要ブーストっていうのを利用していただいたら、かなり他のライバルセドラーをね出し抜いて高値販売みたいなこともできてきますので、需要ブーストをしっかりね活かしていただけたらなと思います。ということで、商品を確実に高く売る手法ということでお話ししてきました。で、最後になるんですけども、まあ、ここが一番重要になってきます。経験に勝るものはないということで、まあ、今回お伝えした内容はねどちらかというと結構知識の部分になってくるんですけども、まあ、もちろんですね、セドリをやる上で知識情報っていうのはめちゃくちゃ大切になってきます。でもそれ以上にですね、経験っていうのが一番重要になってきます。まあ、イメージ的には土台として経験があって、その上に知識とか、ね、情報とかテクニックとかが乗っかってるような感じですね。だからまず土台として何事も経験、行動していかないといけないわけなんですよ。で、この動画を見てくださってる中で毎日憂鬱な日々をですね過ごしている方もいると思います。まあ、正直ですね、憂鬱なことって山ほどありますよね。自分の仕事に上司がねいちいちケチつけてきたりとか、
毎日満員電車になんか揺られてたりとかね、細かいところで言うと自分の仕事が終わって帰ろうと思ってもなんか職場の雰囲気的に帰りづらくて、いやいやね、なんか残業して仕事したりとかって、まあ細かいことまで挙げたら正直ですね、まあ生きていく上で、まあ仕事やる上で憂鬱なことって山ほどあると思います。で、僕もですね、昔ですね、そんなですね、憂鬱な日々っていうのを過ごしてたんですよ。もう仕事辞めたくてたまらなかったんですけど、だから本当ですね、そういった方にこそ、この背取りで脱サラするっていうところを本気で目指していただけたらなと思います。まあ正直僕なんか全く取り柄もないですし、もうスキルなんか本当に何もない。容量も悪くて仕事ができないから毎日ね、もう上司から小突かれてたようなね、そんなダメサラリーマンだったんですけど、そんな僕でもですね、この背取りっていうところで毎日行動して経験っていうのを毎日毎日コツ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 積み上げてきた結果、実際脱サラできて、まあ今のようなですね、まあ好きな時にね、起きたりとか、ムカつく上司がね、いなかったりとか、なんか誰かに指図されたりとかっていうのがないような生活っていうのをね、送れているわけなんですよ。で、皆さんもですね、多分こういう生活になったら今の憂鬱な気持ちっていうのが全部取っ払われると思います。やっぱ人生におけるストレスの割合として、もう仕事が多分一番大きいと思いますので、だからですね、この動画をここまで見てくださってる方は、まあ、少しでも、行動してですね、経験っていうのを、積み上げていって、まあ、一緒にですね、今のこの憂鬱な生活っていうところから抜け出していけたらなと思います。で、実際、まあ、行動していただいてつまずくポイントとかも絶対出てくると思います。で、そこでですね、まあ、何をしたらいいかわからない、困ったなっていう状況になればですね、この動画の概要欄に貼ってあります、まあ、公式の LINE アットからですね、メッセージいただけたら、まあ、その相談にね、乗らせていただいて、今どうするべきなのかっていうね、アドバイスも、させていただけたらなというふうに思いますので、だからですね、一緒に、本当に脱サラっていうところを、目指していけたらなっていうふうに思います。というわけで、まあこんな感じでこれからもですね、まあ、本業はサラリーマンとして働いているけども、副業でね、背取り始めて、まあ、あわよくはちょっと脱サラしたいなっていうふうな、方に向けた、背取りの動画っていうのをね、これからも発信していこうと思ってますので、ぜひですね、背取りについて勉強したいとか深く理解したいっていうふうな方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画を見ているあなたに重大なお知らせがあります。今僕の公式 LINE アットにご参加いただけると、期間限定今だけ無料で僕がやっている背取りのオンライン講義を受講いただけます。毎日満員電車で揺られ、上司に怒られ続けたダメサラリーマンだった僕でも、たった半年で脱サラできた、その背取りに対する考え方、戦略、手法を全て学ぶことができます。参加方法は超簡単。この動画の概要欄にある僕の公式 LINE をクリックして追加していただき、軽いアンケートに答えていただくだけですぐに受講可能となっております。すでに公式 LINE に登録済みの方はアンケートと送っていただければ参加可能になってます。それではあなたのご参加をお待ちしております。ありがとうございました。